国鉄タム8100系貨車は、かつて日本国有鉄道及び1987年4月の国鉄分割民営化後は日本貨物鉄道に在籍した私有貨車である。本形式はアルコール専用の15トン積二軸貨車である。1961年12月18日に一両が富士中工業で申請され、 1968年6月12日から1978年10月24日にかけて3ロット重量がタム3700系メタノール専用車から専用種別変更の上改版された。臨時専用種別変更としなかったのは法令により有毒物質であるメタノールと共用ができないためである。走り装置は当初から2段リンク式で最高速度は 時速7 5トルである。大枠は長さ7 5 0 0トルの平台枠である。最終時の所有者は内外輸送、常備駅は浮島町駅と東小倉駅であった。1979年10月より化製品分類番号年31が表記された。1987年4月の 国鉄分割免営火事には7両が JR 貨物に継承されたが、1988年度に3両、1995年度に2両、1996年度に残った2両が廃車となり、形式消滅した。タンク体は普通構成、ドーム付きの規制な支持稼働タイプで、内部にはエポキシ樹脂塗装が施されている。 タンク体の長さは 6950mm、内径は 1900mm である。荷役方式は、積み込みはマンホールから行う上入れ式。荷下ろしは、土質管による下出し式である。図色は、黒。全長は 8300mm、全幅は 2284mm、全高は 3706mm、軸距は 4500mm、 地情は11.6トン、換算量数は、赤車2.6、空車1.2、車軸は12トン超軸であった。ありがとうございます。